それは永遠の課題。上にもよるけどね。ああ、まあね。でもやっぱ子供から吹いてるとさ、無駄な動きないよね。息が。俺絶対漏れちゃうんだ。本当漏れない人漏れないよね。漏れない人。しょんべん漏れっぱなしだわ。もうちょっとだね。ちょっとで、それ全部話すのが一番そこまでだんだん強く吹かないといけなくなってくるので、1,2,3,4,5,6 で本当は 7までいったけど、まあそこまではとりあえず今日の時間先生が違う。すごいなぁ。